バレることは当然で、疑いの余地はない。ウクライナの安全保障が確約されることも必須だと述べました。これまでの交渉では戦闘の停止やロシア軍の撤退などを求めるウクライナ側と、ウクライナの中立化や非軍事化などを求めるロシア側の主張の隔たりは埋まっておらず、対面での交渉を再開させることで具体的な進展が見られるかが焦点です。岸田総理大臣は参議院決算委員会でウクライナからの避難民の受け入れを進めるため、近く自らの特使として古川法務大臣をポーランドに派遣して受け入れのための準備を加速していく考えを示しました。自民党の足立俊之氏はウクライナからの避難民の受け入れについて、避難民は1000万人を超えており、およそ4人に1人が避難を強いられている。国外に逃れた人の数は今月19日現在およそ339万人と言われているが、ポーランドには200万人を超える避難民が出ており、我が国としてどのように貢献していくのかと質問しました。これに対し岸田総理大臣は、今月2日以降25日までに204人の避難民を受け入れた。松野官房長官のもとに連絡調整会議と関係省庁によるタスクフォースを設置し、体制を強化した。またポーランドに避難民支援チームを設け、古川法務大臣を総理特使として近く派遣し、受け入れの作業を促進すると述べました。立憲民主党の古賀之士氏は、ウクライナのゼレンスキー大統領が先日日本に向けて演説した。岸田総理大臣も強い大統領の決意と勇気を感じたとのことだが、この中でロシア軍に資金が流れないよう、ロシア市場から日本企業を